食べる寝るですね。好きなもの食べて寝る食べるめちゃくちゃ好きで2つをやります。なんだろう、ビタミンで言うと頻繁にレモン結構好きで、なんか何でもサラダにかけたり、なんかいろいろなんか食べたりしてます。最近はお風呂上がってマッサージしてパジャマに着替えるようになりました。で寝るっていうのは欠かさず最近やってるかもしれないですね。こだわりはなかったんですけど、お家にいることが増えてよりよく寝たいなっていうのがあって、寝る時の服にもこだわるようになったかもしれないです。まず猫ちゃんが、ベーコンくんがと一緒に撮影できたのはすごく嬉しかったですし、癒されたし、もうお利口さんすぎてびっくりしたのがもうまず一つと、あとやっぱ猫って癒されますよね。もうほんと可愛くて、もう多分この動画が上がったら多分ずっとそれ見て癒されると思います。もうなんだ、マイペースじゃないですか。のんびりしてて、今日のベーコンくんはここって言われたらもう動かず、なんかちょっともうポーってしてるのがすっごい可愛くて癒されました。可愛かったです。結構なんていうんですかね、お洋服もいろいろ着たのかなと思うので、そういった面もすごく楽しかったです。口内炎って気になりすぎちゃって、こうなんか舌がいっちゃうっていうか、多分舌が届かないところにできる時がもうすっごくもどかしすぎてイライラするっていうのはあります。あとはやっぱ噛んだらできるとか、ほんとしみるとか、なんかあと奥の方にできるとなんか唾飲み込むのもちょっと辛いとか、嫌なことばっかりですね。あるあるでしょうか。口内炎にトラフル、トラフルシリーズとトラフル BB チャージの CM に出演しております今田美桜です。トラフル BB チャージはビタミンで口内炎と肌荒れをケアしてくれるトラフルのビタミン剤なんです。ついつい我慢してしまいがちな口内炎ですが、好きなものをたくさん食べたり自分らしく過ごすためにも症状に合わせたトラフルを使って早く治してくださいね。以上、今田美桜でした。口内炎にトラフル。